どうも、アルディチャンネルのアルディです。ここまで進んだラジコン制作、今回はキットの完成を目指して頑張っていきたいと思います。まず最初に作るのはこちら、オイルダンパー。なんかオイルダンパーっていう響きは男心をくすぐります。まずはこのオイルダンパーの支柱にダンパーオイルを塗って動きがスムーズになるようにします。そしてこのダンパー本体の中にオイルを入れていくんですが、本当ならこの RC ツール8本セットのこの土台のところにダンパーを立てることができて簡単にオイルを入れられるらしいんですが、売り切れで手に入らなかったので、私はこの100均のケースに穴を開けてダンパーを立てることにしました。そうすることでオイルをこぼさず簡単に入れることができました。ダンパーを動かしてオイルの中に溜まっている空気を抜いていきます。結構な量空気って入ってるんだなぁと思いました。どんどん出てきます。最後にこんな感じでオイルを溢れながら蓋をして本体が完成しました。オイルダンパーの動きってスムーズで癖になります。そしてスプリングをセットすると俄然マシンとしての雰囲気が出てきます。おお、さす。リアはなんかゆるゆるなんですね。あいてて。この音ってこれ空気入っちゃったのかな。キュッキュなるな。こっちもキュッキュなるな。大丈夫かな。これで4輪サスペンションがつきました。今このステアリングワイパーっていうのを作ってるんですが、ここだけはなんか今までの強化された感じとはなんか程遠い。柔らかいし、なんかガタも結構ある感じになっています。今後はここをグレードアップパーツを買ってねってことなのかな。なんか緩い。このステアリングワイパーでサーボの動きを前輪に伝えてハンドルを切ることができます。実はね、これ100均で買ったシートがとっても重宝しています。そしてタイヤをホイールにセットしていきます。ラジコンのタイヤって初めて見るので興味津々。中にスポンジが入ってるんですね。ホイールのバリを取ってそこにタイヤをはめ込んでいきます。結構これがゴムが硬いので取り付けるのに苦労しました。
で、そのタイヤとホイールを瞬間接着剤で接着していくんですが、これがね、すぐ接着剤がはみ出てしまってとても難しかったです。タイヤの接着が一番難しかったです。いやー、汚っ。ほんとね、この先これうまくできるのかすごく不安になりました。タイヤがつくとぐっと車らしくなります。そしてスポンジ製のバンパーをフロントにセットして、これでキット部分は完成しました。ちょっとのんびり作っていたので制作に3日ほどかかってしまったんですが、初めてのラジコン作り、とても楽しむことができました。入門用と言われる TT-02 ですが、ラジコン初心者の私にとってはもう見るとこう全部が新鮮で、溢れる実写感というのに感動しました。これから走らせるのがとても楽しみです。そして私がいつもやっているミニ四駆と比べるとこんなに大きさが違うんですね。やっぱ10分の1というのはすごく大きいんだなぁと改めて感じます。そして結果的にこの TT-02 タイプ SR なんですが、このぐらいのパーツが余りました。実は本来 TT-02 というノーマルキットについているパーツもこんな感じでいっぱい入っているので、壊れた時の予備パーツとしても使えるんだと思いました。いやー、タミヤさんとても良心的だからね、同じ場所のパーツが2個入っているところもあるんですね。これは助かります。このマイティフロックについているサーボとかの機材関係をこれからこの TT-02 タイプ SR に移植していきます。それは次回以降お届けしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。